みんな嘘ついてる。なんでやねん。不思議大百科。はい、ということで田中さん、この前あの僕ツイッター見てましたけど、あれですね、初めて金縛りに会ったって言ってましたよね。あ、そうやね、初めてやったんですか。初めて、なんか結構、あれで金縛りって、まあ、そのなったことない人もいますけども、結構みんななってますよ多分。1回や2回くらい。いや俺だからみんな嘘ついてる。なんでやねん。なんでそんな誰かが言い出した嘘をみんながあの俺も俺もって言ってるんだと思ってて。そう、ま、マジで怖。マジでマジで。え、じゃあ僕、田中さんに言ったことあるけど、僕週3でなるんですよって未だにって言ったけど、全部嘘やった。めっちゃ嘘ついてる。なんでやねん。あ、そう。めっちゃ嘘つきやんと思ってたからな。こいつ目立とうとしてるやんって嘘ついて。寒ーって思ってたからな、俺横で。うわ、うわ。でも信じた。あ、信じた。信じた。あ、ほんまですか。めっちゃ怖かったもん。あ、怖い。最初多分怖いと思いますよ。うん。なんかあれでしょ、結構金縛り中って音聞こえたりとか、なんかこう気配したりとか、なんか人乗ってきたりしません？いや俺の時は、はい、その北海道の怪談バースリラーナイトのイベント行ってたから、はい、この前、はい、でその借りてる物件があんねんよ、はい、その泊まっていいよっていうところが、うんうん、そこが北海道一人が死んでるマンション、うん、すごいね、めちゃくちゃ事故物件やねん、はい、でそのそのマンションの中でも、はい、特別おかしい部屋、はあ、スリラーが借りてる、はいはいはい、異様に綺麗し、うん、あーなるほどね、綺麗ってポイントっすよね、うんうん、でまあそんなんな、いや怖ないかな思ってて、うんうん、俺やでオカルトコレクターやで、はい、うん、そんなん全然大丈夫やろ、まあ、人って愚かっすよね、なんかコレクションしたら強くなったような気持ちになるのよ、どんだけ呪物持ってんねん呪物がなんかレベルみたいになってるのなんかで、アタッシュケースに呪物パンパン入れてんのよその時デスペラードみたいになってるやんかで呪物アタッシュケースから銃出してるみたいな俺はこんなん持ってるぞ、そうそうそう、ギターケースからバババって出るぞみたいな、そんな感じになってるね。 CBC の北野誠さん の, あの番組がその前にあったから、はい、ああはいはいはい、呪物持ってきてって言って、持っているし、うん、だからそれで呪物パンパンに入れてて、はい、まあ、こいつはそんないらんでって言ってた持ってきすぎたな、あ、そんなにいらんわって、うん、そのもうパン、まこさんに見せなと思って、はいはいはい、パンパン入れてきて、そのまま北海道飛んだから、はい、もうパンパンで、うーん、でパンパンで置いて寝てて、はいはい、でニコ生のプロデューサーの木村さんが、うん、もう寝てたから、はい、でその木村さんは2階ロフトみたいなところで寝てて、はい、で俺は下であの布団引いて、うん、布団とか ベッドみたいな、うん、あ、ベッドちゃうわ、し、え、何あれ、布団みたいなの引いてん、とりあえず、うんうん、マットレス的なやつ、マットレス、マットレスや、うん、はい、なんで分かった、いや、ありがとうございます、いや、まあちょっとそうですね、うん、三つ折りみたいなやつ、うん、あれをとりあえず引いて、はい、バーン寝てんよ、うん、で、俺の上にトイレがあって、はい、トイレというかユニットバス、はい、で寝てて、うん、4時、5時ぐらいかな、うん、熟睡しててんけど、うん、不思議よね、あれ起きんねんな、うん、パッて起きた瞬間、うん、バチーンもうそれもさ、もうみんなやるやん、その金縛りの時にこうビシーってなったんすよとかいう、うん、そのリアクション、うん、それも嘘やと思ってたってこと、そうそうそうひどいな思ってたからねそんなリアクション取ってまでと目立ちたいかと、そんこまで承認欲求、うん、サブって思ったけど、実際金縛りにあったらった、うん、一生バチンこんな感じになったんや、うん、で、はい、あれ体動かんよ、いや怖いね、うん、え、これ何、ええ、これみんなが言ってた金縛りじゃんと思って、はい、で目も開かへんのよ、はい、俺はね、はい、で、え、どうしたんやろ思ってガーってやっても、うん、あのうめき声がちょっと出るぐらい、みたいな、はい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 、で、無理やなと思ってたら、うんうん、なんか人の気配すんねん、で、おい、ビクーってなって、うん、え？って思ったら、うん、このちょうどこの田中の顔周りを誰かが歩くね、うんうん、うわ、怖っ、で、なんか往復すんの、ここずっと、うんうん、それが、なんぜか、うん、これ不思議やねんけど、うん、女性っぽいねんな、
へえ。なんか、イメ、感じが。なんかもう女性だなっていう感じなんですか、うん、女性やなっていう感じがするね。へえ。で、ガーンってるやん。うん、ずっとめっ、え、これ歩いてると思って、バリ怖いと思って。うん、でも、トシちゃん負けへんでよ、思って。ほうほうほう。全然抜けて。いやでもあのリアクションは分かる、うん、なんかそんな感じですもんね。それでなんかこう空気が一瞬にしてバーッと、うん、おなんか急らかになって、うん、へえ。で木村さんすぐ起こして、はい、ちょっと金縛りになったわ。いや別にもう寝てんねん、起こさんでええやんか。って起きた。いやもうそら4時とかに起こされたらたまらんで。僕なったことないよって言って。なったことないね木村さん。あのここそこではね。ああ、へえ。でもな、はい、これちょっと長なるけど、はい、あの翔平さんにスリラーバースリラーナイトの翔平さんに後で言ってんよ、はい、じゃあって言って、うん、って言う。え、あのこう感じる人は、はい、大体そのユニットバスの前かベランダだねって言いますわって。じゃあユニットバスのとこ寝てたんや。そうそうそう、だから当たってんねん。だから僕はあのユニットバスにあの鹿の骨置いてるんですよってなんか言ってた。何それ。鹿の魔除けみたいなこと。いや、そより霊を集めるために上平さんがなんかそいだ、そいだ鹿の、はあ、あの何頭骨を置いてんねん、はい。呼ぼうとしてんの、うん、まあまあスリラーナイトやからね、うん、でもほんまにそのドアの前かベランダにおるなって。へえ。男性のめっちゃキモいなあそこの部屋。まあそれでも今度僕もちょっと北海道行くことあったら行ってみようかな、うん、それであそこでじゃあ生あの配信しましょう。あー YouTube でね、うん、やりましょう。めっちゃ怖いで。だって あとねって翔平さんが軽く言うんだけど、うん、あとあのいつからか出てきた、うん、なんかあの生爪とあの髪の毛があるんで。生爪ってこ爪、うん、爪となんか髪の毛が、うん、なんかいつからか出てきてんて。それあのティッシュにくるんで机の確かに、ね、机の上になんかティッシュでくるんだやつが置いててんなんやろうなと思ってた。 、うん、あれあの生爪と髪の毛です。でも狂ってんね翔平さんは。あ翔平さんは狂ってた。なるほどね。いやそれちょっとまた今度行きましょう。絶対確実にこうね、うん、あの今ちょっと情勢があれやから。俺は止まらへんから下駄さんだけ止まって。なんでやねん。俺はもう怖いから。いや止まってよ。それはもうあれはもうほんまにお願いします。一人はいいや、誰か追ってくれたら僕は行けるから。見とくから。あの別あの隣で見といてよ。じゃあアパホテルみたいなとこ。なんでねええとこ止まんな。配信ええとこ止まってるやんか。配信を見とくから。もうカプセルホテルでええわそれやったら。アパで。なんでやねん。まあまあほんまちょっとねぜひ、うん、もし機会があったらちょっと行きたいなと思います、うん、ということで、じゃあ本日はオカルトコレクター田中俊之と下駄花尾でした。ありがとうございました。